僕自身がその役者というものに対してのビジョンというものがちょっと見えなくなってた時期で悩んでたんですね。そうね。その時にちょうどニューヨークのブロードウェイでパリのアメリカ人っていうのをやってるっていう話を聞いてですね、見に行かせていただいたんですよね。なんせ出演している人たちが本当に輝いて見えたんですよね。キラ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 、こういう楽しむっていうことを忘れていたんですね。僕はなんかこう僕の背中をこうまだやるべきだっていうふうに背中を押してくれたような気がして、だからもうちょい やってみようって思えたんですよね。もちろん素晴らしい面白い作品だなと思いましたけども、でも何でしょうね、式ではできないと思ってましたねこの作品は。でもやるなら式じゃないと無理だなと思ってましたね。ちょっとレベルが高すぎる作品なので、で求められてるダンスのレベル技術っていうものもかなりこう高いものですから、でもこれを日本で上演するなら式以外はありえないなって思ってましたね。もちろん受けようと思ってましたけれども、でもちょっとやっぱ悩んだんですよね。でも自分をこうして救ってくれた作品なので、やっぱりちょっと受けてみようかなって思いましたね。彼のその振り付けのスタイルっていうのはなんかこうアンバランスな美というか、ここにあるとすごく気持ちいいよねっていうところがないんですよ。全部がこうここがないみたいな、常にこうなってるみたいな、こういう本当に大変な振りを作る人だなって最初は楽しいんですよ。最初は楽しいんですけど、でもなんかこうやっていくうちにだんだんできなくなってくるみたいな、もう見てるとやっぱり面白い振りだし、すごく刺激になるし、美しいし、楽しいし、華やかじゃないですか。そんなことってないですよね。今までいろんな振りを踊ってきましたけど、いや本当にきついんですよ。もうやばいです。バッターだとしてピッチャーが4人ぐらいいて、ストレートとカーブとフォークとスライダーとかをいっぺんに投げてくるボールをいっぺんに打ち返すみたいなそんな感じですかね。いっぺんにいろんなことが起こるんですよ。女性がオフバランスになって足が上がって、その足を遠くについた自分の足をここについて、女性を引き寄せて、女性の足を持ってぐりと回してウエストを抱えてみたいな。おはようございます。バレエです。式に入ったことでもういろんな作品を経験してきて、バレエっていうものから遠ざかっていって、違う筋肉として出来上がっちゃってるものをまたバレエの筋肉を戻さなきゃいけないっていうのはものすごく大変なことなんですよ。だからもう本当に大変でしたね。もうディズニー作品もすごく素晴らしい作品が多い中で、このパリのアメリカ人っていう作品はすごくおしゃれで、すごく綺麗で、ドラマもすごく素晴らしいですし、なんか劇団四季らしい作品だなって思うんですね。だから楽しみにしてほしいですね。